高専ロボコン高専ロボコン2011ロボボール高専ロボコン2011ロボボールは2011年に開催された24回目の高専ロボコンである。二足歩行のオフェンスロボットが相手のディフェンスをかいくぐりチームメイトの高専生にタッチダウンパスを送る。先行、後攻に分かれタイムを競う。競技は2チームによる対戦方式。 それぞれのチームが攻撃と守備を1回ずつ行う。先行後攻それぞれの競技時間は1分30秒。攻撃時に使用できるボールは最大4個。攻撃側のオフェンスロボットが投げたボールをノーバウンドでエンドゾーンにいるメンバーが補給するタッチダウンパス成功タイムの速さを競う。また、守備チームのディフェンスロボットが攻撃チームのロボットが投げたボールを ノーバウンドで補給するたびに、競技時間がその場で30秒ずつ減ってゆく。競技時間がゼロになった時点で攻撃は終了する。本大会は、下記の日程で、地区大会、全国大会が行われた。11月20日両国国技館にて開催された。11月21日両国国技館にて開催最速タイムは、仙台高専の8秒仙台高専が2年連続。 ロボコン大賞、初優勝の二冠優勝と、ロボコン大賞の同時受賞は2006年のタクマ電波、公選以来2例目。ありがとうございます。